ソフトを開発したのはかつてプロを目指していた栄一。友達できそうか。友達を作りに行ってるわけじゃないから。負けました。先手6八玉。なんだこの手。将棋のプログラムを作ってみたくて。丸暗記してみてくれ。1週間もあればできる。定石なんかにとらわれない自由な手を指すんだ。動いた。そんなプログラムを育てることができたら将棋をやめたことにも意味があるかもって。電王戦。プロ棋士と最強のコンピューターどちらが強いか。特に意識はしてません。僕が戦うのはあくまで彼が作ったコンピューターソフトなので。人間と勝負するとかどっちが強いとかそんなことのためにアウェイクを作ったんじゃないって。だけどたまらなく勝負してみたくなった。いよいよこの日がやってきてしまいました。アウェイクは強いよ。プロ将棋の歴史を変えてしまうくらい。もし今のままこの手を刺されたらアウェイクのプロ負けは目に見えてる。勝敗を超えた感動が胸を打つ青春物語。アウェイクがどんどん強くなっていくのが本当に楽しかった。アウェイク